はい、こちら12月号の段課題になります。しっかり墨をつけてゆっくりですね、ゆっくり太い細いの変化をつけながら1、2、ちょっとリズムを変えて1、2、3ですね、同じ空間にならないように。そしてこのままここまで行ってください。そして軽く墨をつけてまたここからやり直しですね。船になります。古州ですね。この船が一層の船、そしてこれ残ですね。こう筆をねじります。そして押し上げます。リズムを意識して書いてみてください。こうですね。そして雪騎士ですね。こちらは、2文字になるので、やはり少し活筆するように、逆入して早く書くとかすれます。逆入して筆を早く動かすとかすれますので、少しこちらはかすれを意識して、かすれと白ですね、白い部分が多くなるようにですね、雪と、そして騎士です。しっかり圧をかける部分と筆を逆入する部分ですね、これでかすれを出していきます。手がねじれた状態で最後準筆で終わってみました。はい、12月号の自由課題ですね、癌と症状の序になります。筆をしっかり吊り上げるのと、筆の丸い面を使うのと、自覚に次の画に進んでいくっていうリズムを忘れずに書くようにしてください。こうですね、こう来て受けてきて受けます。そしてから押し出します。ゆっくり押し出してください。ゆっくり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 押し出してくださいね。あまり慌てないようにですね。してこれ、まあ跳ねる際はあまりプシュッていかないように気をつけてもらって、自覚につながっていくように毛先を揃えて持ち上げます。して受ける、軽く吊り上げる、押し出す、立ち上がるになります。ゆっくり立ち上がるようにしてください。あまり慌てて書くと癌と症状の序風ではなくなってしまうので、少し跳ね払いは慎重に書くというのが特徴になります。そしてですね、ここみたいにリズムよくですね、次につながるように微妙な圧度をコントロールしながら、筆の面をいろいろ変えながら書いていきます。なかなか難しいですね。これも立ち上げて返して、ここですね、してリズムよく次につながっていくように書くようにしてください。